はい、アウトフィルダーサンキューチャンネルボリューム25、元日本ハムファイターズ島田信俊です。今自分の唾にむせた。最近自分の唾によくむせる。これね、かっこ悪いですよね。家で黙ってテレビ見ててもゲボゲボとかってなっちゃう時あるんですけど、もう僕らが年齢の方皆さんそうじゃないですか。そうですよね。そうであってください。はい、まあ以上です。今日はね、そんなの特にテーマはなく好き勝手に話そうと思うんですけども、まああのここあのカラオケいい音でセッティングしてるんですよ。僕がちょっと機械をいじってですね、あの歌って、あのいろんなところで歌ってる方が来て歌うと、ここ音いいねって言ってもらえるんですよ。もう最高の褒め言葉ですよね。ただカラオケが嫌いな方は、カラオケ屋さんなのにカラオケがかかるとうるさいなって顔する方がたまにいるんですけど、あのここカラオケ屋さんなんでよろしくお願いします。はい、まああの僕があのまあカラオケが好きというか、まあ歌はもともと好きで、子どもの頃、小学生の頃ですね、一番最初初めて買ったレコードが、あのマイケル・ジャクソン率いるあれです、ジャクソン5という、ご存知ですか皆さん。まあ僕らの年代のね、おじさんおばさんたちはもうみんな知ってると思うんですけど、それがきっかけで初めて買ったレコードが洋楽だったっていう。でまあそれからまあずっと音楽は好きで、子供の頃も音楽番組はずっと見てて、まあ高校生になって、でまあ、高校3年の時にですね、あのサザンオールスターズがデビューしたんです。勝手にシンドバッドだったかな、ね、あの早口で今何時ってやつですよね。まあ衝撃的なグループで、最初見た時うわなんだと思ったけど、なんかどんどん引き込まれていって、まあ、なんかあることをことがあるともう常にサザンの歌を聴いてたという、まあ、中学、まあ、ちょっと戻って中学の時はやっぱキャロルですよ。キャロル、カーペンターズ、ビートルズっていうもう定番みたいなところですよね。でまああのサザンオールスターズのあの勝手にシンドバッドが出た時、カセットテープレコーダーにそれかテープを入れて江ノ島の灯台に登って、当時は今みたいに綺麗なあの灯台ではなくて、もうちょっとなんていうんですかね、グリーンの鉄骨の中でちょっと錆びたような剥げたようなああいう作りになってて、実は上にちょっと小部屋があったんですよ。そこに入り込めたんです。でそこにね、友達と3人ぐらいで登って、見つかったら怒られるんじゃないのって言いながら、そこでカセットからサザンオールスターズを流して、弁当だかおにぎりだか食べたっていう思い出があります。結構グラグラ揺れてたんですけども、いやもうあの灯台の上から下海をバーッと 見渡して聞くサザンオールスターズはもう最高でしたね。でまあ、プロに翌年プロに入り、そしたら今度あの愛しのエリーが出てきたんですよ。まああのアップテンポな曲からあのバラードにっていう、このギャップが何とも言えなくて、まあもうそこで一気に大ファンですよね。今でも必ずサザンオールスターズは歌わせていただいております。はい、まあ最近はこうね、全然本当歌ってないです。まあお店が普通に営業できてた時は、お客さんがいない時は一人で5曲でも6曲でもまあ10曲でも歌ってたんですけども、あの逆にお客さん来ちゃうと歌えないんで、ちょっとストレス溜まるかなみたいな、そんな感じなんですよ。いやでもあの歌と生活とか歌とスポーツっていうのはやっぱり切っても切れないと思うんですよね。まあ皆さんもこの歌を聴くと昔思い出すとか、この歌を聴くとあの情景がそのままあの頭に浮かんでくるとかってあるじゃないですか。いややっぱりあの歌っていいですよね。映画もいいんですけども、
歌もすごくいいと思います。あの大してね歌のプロではないんですけども、これ実はねあれ僕がね いくつの時だっけな、29か30とか、まあそのぐらいの頃ですよ。12球団歌合戦というのが当時ありまして、でまあオフにね、まあ、その時は僕と、広瀬哲郎と田中幸雄と3人1組で、各チームね3人1組で行って、2年連続決勝に出まして、どっちだっけな、まあ最初か1回目か2回目どっちかの決勝で優勝してるんです。まあ僕と幸雄がこうね歌ってですね、優勝した時は沢田研二さんの歌をこう僕と幸雄で交互に歌って、広瀬はその横で、まあ、パントマイムのような踊りをしてたというね、そんな感じで、歌合戦で優勝して、まあ決勝に2回出たけど片方は準優勝でした。まあ野球で活躍しないでそんなオフで活躍してるもんだから、オープン戦翌年のねオープン戦なんか行った時に、お客さんから野球で活躍しろなんてやじられた記憶もあります。はい、あそれで優勝した時のね副賞としてね優勝旅行がついて、優勝旅行海外旅行かオーストラリア旅行だったんですよ。で僕は飛行機が全くダメなので、換金 しました。はい、あっという間になくなっちゃいましたけど、まあ結構な金額になったんですよね。まあそんな歌との思い出っていうのはたくさんあります。だから愛しの、また話ちょっと前後したんですけど、愛しのエリー聞くと、当時日本ハムの合宿所って一人部屋ではなくて3人一部屋だったんです。で先輩がいて、あと同期入団の人間がいて3人で一部屋です。もう本当川の字で寝てたという。いやー今考えると今の選手からするととんでもない時代だったなと。でもそれもなんか当時はもう普通だったんですよね。で朝6時ぐらいから、1年目は起こされ、トイレ掃除、玄関掃除、それが終わると寮の前が等々力の競技場、後にヴェルディの本拠地になったんですけどサッカーのね、そこで、朝から走塁練習を、まあ、やらされたと猿渡コーチに。いやそういう思い出があります。その時もやっぱりなんか愛しのエリーの歌を聴くとその時の光景情景が目に浮かぶという。いやねやっぱ歌はいいですよ。だからお店がまた再開したらですね、皆さんぜひここに来て僕の愛しのエリーでも聞きに来てもらえれば嬉しいかなと。または皆さんもガンガン歌いに来てください。まあとにかくコロナのワクチンと治療薬が早く出てきますように祈って、ボリューム25はたわいもない話で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。